はい。では、早速なんですけれども、今回、マインドのからくりを覗いてみようというところでですね、やる気が生まれるメカニズムというところで、ちょっと話をしてみたいなと思います。で、クリエイティブエクササイズ、創造性を高める実践トレーニング。クリエイティブエクササイズで自分の創造性を解き放つという授業をさせていただきます。よろしくお願いします。はい、僕ですね、柴哲也と言います。デザイン事務所コーズというのの代表をしています。同時に、一般社団法人クリエイティブ思考協会というのをですね、慶応の前の先生と一緒にやらせていただいています。フィロソフィー、哲学としては全ての人の創造性を解き放つっていうことをフィロソフィーにしています。そして、1億2000万個のイノベーションっていうのを目指しています。で、これ自分一人じゃできないんで、皆さんにやっていただこうということで、その教育に入ってきました。で、もともとですね、カナダのですね、ブラストレディアスっていうですね、広告代理店なんですけど、まあ、スターバックスさんとか、ニンテンドーさんとか、ナイキさんとか、を扱ってた会社で働いてまして、そこからノザイナーっていうですね、東京防災っていう黄色い冊子をやった、事務所を経て、デザイン事務所構図を設立しました。で、本がですね、出てまして、もうね、すごいですよ。アイディアが出なくてもう無理と思ったら読む本っていうですね、この ほんまかいなっていう本をですね、5年ぐらい前に書かせていただいたりしまして、で、その後でですね、慶応義塾大学のシステムデザインマネジメント研究科で、創造性とイノベーションの、研究をさせていただきました。で、そこで、二極ブレインストーミングっていうですね、コンセプトの作り方の手法を作ったりとか、慶応のですね、GIC っていうですね、英語の授業なんですけど、メイクグレートアイディアズっていう、イノベーションとデザインの授業を5年間ほど担当させていただいています。ですね、これですね、15歳ぐらいの時にですね、この疑問にぶち当たりまして、なんでアーティストは作品を作ることができるのか。その時ね、音楽始めてたんですね。で、ビートルズすごいなと思ったら、ビートルズはビートルズですごい簡単なコード進行なのに、なんでこんなにかっこいいのみたいなことが、きっかけで、クリエイティブの世界に入ったんですけど、これをね、ずっと考えているんですよね。で、まあ、20年ほど。クリエイターしてます。で、デザイナーは、プロで10年って感じですね。あと、まあ、教育は5年ぐらい受けてまして、まあ、クリエイター20で、プロで10年で、デザインの教育を5年してもらって、で、そこからですね、これらを結実させるために大学院に入るみたいなことをしました。はい。常にね、一番最初にね、まあ、デザイナー立川さんっていう人が僕のデザインを始めたきっかけなんですけど、彼ものすごくできる、僕ものすごくできないみたいな、
のをですね、19歳ぐらいの時に突きつけられまして、あ、じゃあなんで自分はデザインができないんだろうかっていうことをずっと知るためにデザイナーになりました。で、そこからですね、グラフィックや映像、本とかですね、サービスとかプロダクトとかですね、イベントとかですね、街づくりとかですね、水研とかですね、いろいろやってきたんですけど、まあ、こんな感じで、10年もやるとね、なんかプロアクティブさんとか、任天堂さんとか、まあ、坊主バー、お坊さんのバーとかですね、あとオリーブっていうプロジェクトとか。で、最近なんか、あれですね、お酒作ったりとかですね、ロボ作ったりですね、スクール作ったりしてるんですけど、まあ、これ、つまり作れるってどういうことっていうことを、自分なりにずっと試行錯誤してきたんです。で、なんかちょっとだけ分かってきたような気がしていて、まあ、どうしたらそれって創造性を高められるんだろうかっていう問いだったんですね。で、まあ、その、創造性をどうやって民主化できるか、すべての人をどうやってクリエイティブにできるんだろうかっていうのが最近考えていることで、それっていうのが、まあ、クリエイティブエデュケーション、つまり自分に対してやっていたクリエイティブエデュケーション、僕があまりにもできない子だったゆえに、大体教えたらできるようになっちゃって、ちょっとイラッとするんですけど、できるようになっちゃうっていう状態になってきたんですよ。そのできないゆえに技を開発し、技を開発すると人に伝えられるようになるみたいなことが起こってきました。ということで、クリエイティブエデュケーションに入らせていただいているんですけども、ですね、なんで創造性って大事なのみたいなことがあるじゃないですか。で、それって、まず創造性って何みたいなことを、クリエイティビティって何ですかみたいなことを知らないといけないと思うんですけど、でね、創造性っていう概念はですね、定義が曖昧で、測定法が確立されてないですって、こう、論文が出ているんですね。で、吉田さんが書いてあるやつなんですけど、つまり創造性って、あんまりすごい何か分かっては、まだいないみたいなものです。ただですね、創造っていう行動の定義はですね、創造力辞典っていうのでですね、高橋誠さんという方が指摘していただいてるんですけど、まあ、人間が問題を異質な情報の組み合わせて、統合し、解決し、社会あるいは個人レベルで新しい価値を生むことだとされています。で、これってどういうことなのかというと、まあ、人間、創造的人間みたいな発達みたいなのがあったりとか、問題定義とか問題意識を見てみるものがあったりとか、情報処理、思考、みたいなのがあったり、創造技法みたいなのがあったり、まあ、教育自体、天才性みたいなのがあったり、評価法と価値論っていうのがあったりする、まあ、この範囲を横断した能力ですっていうことがわかります。だから、これができる力とは創造力と言われて、それができる性質っていうのを創造性と呼ぶんでしょうね。で、まあ、これ、ケプラー&トリゴっていう人が、言ってたことなんですけど、まあ、理想と現実のギャップを問題と言いますと。で、わかりやすいですよね。で、それを、なんかいろんな情報を組み合わせて解決して、現実を理想に近づけるっていう行為が創造。で、それが個人レベルだったり、集団レベルだったり、社会レベルだったり、会社レベルだったり、社会レベルで新しい価値を生むっていうことをするっていうのがさっきの説明を図解化してたんですけど、まあ、新しい何かを生み出して、現実を理想に近づけて、社会や人間を幸せにするっていうのが創造っていうことみたいです。はい。そしてですね、僕の好きなデビッド・ケリーさんがですね、トムがいたのかな、クリエイティブ・コンフィデンスっていう本で、クリエイティビティ・イズ・ザ・コア・オブ・イノベーションと言ってます。創造性は革新に一番重要なものです。なので、イノベーションっていう、なんか、最近こう必要とされている、なんか、新しいものを、全く新しい、これが iPhone ですみたいな状態をできるようにすること、それが、には、創造性が重要ですっていう話をされます。またですね、これちょっと暗いですけど、シンギュラリティエラーっていうのは、Century of Creative and Social Skills for Human Being。
シンギュラリティっていうのをご存知かわからないんですけど、シンギュラリティっていうのは、AI が人間を超えちゃうみたいな、2045年ぐらいに来るって言われてるやつなんですけど、そこには、クリエイティビティとコミュニケーションのスキルの仕事しか残りませんっていうことをですね、これは誰が言ってんだっけな、ハーバードの人でしたっけ、オズボーンさんっていう方が言ってるんですけど、そうですね、が言ってます。で、これって面白くて、つまり最終的に AI に代替されてしまうことが結構いっぱいあるんですけど、でもクリエイティビティと、コミュニケーション能力は残るって言われて。で、これ面白くて、日本はですね、世界で一番クリエイティブな国だと、ま、ドイツとかですね、イギリスとか5カ国でやった調査で言われています。へえ、感じですよね。で、東京が世界一で、世界一クリエイティブな街だと言われています。ところがですね、国内では調査に参加した 8% の高校生が自分はクリエイティブだと言っています。で、先生に関しては 2% の先生が自分をクリエイティブだと言っています。つまりですね、92% の人たちは自分クリエイティブじゃないですって思ってるんですね。学生さんは。で、先生に言ったって 98% が私クリエイティブじゃないんですけどみたいなことになっていると。これはちょっと大変だなと思っていて。それっていうのは、つまり日本は世界で一番クリエイティブだと認識されているのに、日本人は自分たちをクリエイティブだと思えていないっていう状態が起こっているわけですね。そして、これね、めっちゃよく聞くんです。I'm not creative type of person っていう。私はちょっとクリエイティブなタイプじゃないんで、みたいなことをですね、よく聞くんですけど、なるほど。ただ、ちょっと思い返してみればですね、これね、僕の友達の子供がやってたね、コロナ時代ごっこっていうやつなんですけど、コロナ時代にですね、なったらですね、おじいちゃんおばあちゃんはですね、オンラインか、ズームでね、笑わせるんですって。で、笑わせたら、配給で、このカフェオレがもらえるっていうクリエイティブな遊びなんですけど、こういうですね、昔子供だって何々ごっこみたいなのを作ったことがあるっていうの、これめちゃめちゃクリエイティブだと思うんですよ。で、こういうことってみんなできてたはずだよな。で、途中でなんかできなくなってきたよな、みたいなことを思っています。で、こういう感覚を思い出すだけでいいんじゃないかっていうのを最近思っています。はい。で、そこでですね、クリエイティブエクササイズっていうのにやっと入ってくるんですけど、クリエイティブエクササイズは創造性のトレーニングです。僕が、クリエイティブの現場とかで見つけてきた、創造性を高める技です。で、いつもね、このね、because I cannot draw, I'm not creative type of person。あのね、絵とか描けないんで、私はクリエイティブな人ではないですっていうのをね、よく聞くんですよ。で、僕も言ってたんですね、これね、最初ね。二十歳ぐらいの時に、そう、習うみたいな話になって、いや、書いたことないっすけど、みたいな感じで始まったんですけど、そこで、丸三角四角ドローイング、丸三角四角法と呼んでるんですけど、これをですね、教えてもらった瞬間にですね、なんかこう、あ、絵描けないんでって言えなくなるみたいな感じのものがあるので、まあこれを一回ですね、やっていただけたらなと思うんですけど、あ、皆さん、紙とですね、ペンをですね、ちょっとね、用意しといていただくと嬉しいなと思います。はい。まあ、紙とペン用意していただきながらちょっと説明していくと、これね、アニメーションの手法なんですね。ジャパニメーションの手法なんですけど、quick, accurate, and a lot。早く正確に、そして大量に書かなければいけないというですね、アニメーション業界ではですね、いちいちですね、デッサンとか撮ってられないっていう話が、を教えてもらいまして、それで編み出されたというか、それをどうにか克服するためにこういうふうな教え方をしています。で、これを教えていただいたのがですね、トランスフォーマーを書いた大島ジョージ先生っていう方ですと、日本のメカアニメーターでサンライズとかね、東映とかでね、腕を振るってました。
トランスフォーマーとですね、ミュータントタートルズが有名なんですけど、高校生はちょっとわかんないかなっていう感じなんですけど、まあ、僕らの世代ではね、ダンバインとかね、やばいっすよね。セイントセイヤとかね、キャプテン翼とかね、マクロスとかね。みんなの時代になってくると、FF とかね、ワンピースとかね、ガンダムビルドファイターです。だいぶ最近ですね、東京グルとかやってらっしゃるんですけど、まあ、この人が芝くんと、丸と三角と四角は書けるかね。で、皆さんですね、ちょっとですね、ノートにですね、丸と三角、四角をね、書いてみてください。書いてみたんですけど、そしたら君はもう書けるんだよって言われたんですね。どういうことですかってなりますよね。と、じゃあこの形をさっきの丸三角四角をうまいこと使って書いてみてくれ。丸三角四角をうまいこと変形するとこれになるからということで、書いてもらいたいなと思うんですけど、まあ皆さんに2分差し上げるので、この図形、一個一個書いていってみてください。もう書きましょう。はい、だいたい2分なんですけど、皆さんどうですか？もしチャットで言っていただけると嬉しいんですけど、書けちゃいませんでした。そういうことなんですよね。丸と三角と四角が書けると、なんかこういう傘とかボールとか、なんでしょう。ビルとか書けるみたいなんですよ。じゃあ次ちょっと行ってみましょう。皆さんこの図形書けますか？円柱とかね。三角錐とかね。長方形。ちょっと書いてみましょうね、これも。よいしょ。で、三角で、四角。で、僕が書けちゃったら次進んじゃいますかね。まあ、丸三角四角を書きまして。じゃあ次行ってみましょうか。はい。ワイングラスとお家とティッシュペーパーですね。じゃあ皆さん2分あげるんで、これ3分って書いてありますけどね、2分あげるんで、書いてみてくださいね。これもさっきの円柱とか重なってるはず。こういうことなんですね。うまいこと書いてみてください。はい。あと、20秒ぐらい開けましょうか。はい。皆さんどうですか？書けました？書けちゃった人は書けたって書いてもらえたらいいんですけど。書けちゃいますよね、これ。書けちゃいましたっていうのが結構いっぱい来ていて、嬉しいんですけど。で、はい、これで、じゃあ、まあ、これ絵があるからなんじゃないのっていう思うじゃないですか。こうやって何やってるっていうと、図形の力を使っ
って書くみたいなことをしています。で、面白いのが、世の中のですね、ほとんどすべてのもの、自然以外のものは人工物なんですけど、人工物は図形でできています。なので、皆さん今書けたってことは、ほとんどすべてのものが書けるはずっていうやり方なんですね。なので、行ってみましょうかね。はい。じゃあ、3分間の課題です。でね、丸三角四角、まあ、円柱とか、いろいろ使いながら、身の回りにいろいろの、にって書いてある。身の回りのいろいろなものを図形の力を使って書いてみてください。1個じゃなくてもいいです。じゃあ、僕は、どうでしょうかな。まあ、ハードディスクとか簡単に書けちゃうんですけど、なんか、コップとか書こうかな。コップとか書こうかな。はい。ということで、3分間1回やってみてください。僕はね、なんかね、こういうね、リモコンとか書こうかな。エアコンとかも書けるはずなんですね。どこかな？エアコンか。ちょっと複雑だったらですね、シンプルにしちゃっても大丈夫です。全部書き切らなくてもいいので、まずは形を捉えて、そこから詳細をちょっとだけ足していくみたいな感じで書いてみてください。あと30秒ぐらいですね。皆さん書けました？僕ね、なんかこれぐらいの感じで書いたんですけど、なんかハードディスク書いて、リモコン書いて、まあ、器書いて、なんかエアコンとか、エアコンとかずるいから、こう、波で風出しとけば出るかなと思ったんですけど、まあ、こんな感じでですね。書けちゃいました。皆さん。ちょっとコメントとかいただけると嬉しいですけど。書けちゃった方は。どうですか、まあ、という感じで、とりあえずこの各セッション終わろうかと思うんですけど、まあ、書けたら書けたらって言ってくださいね。はい。まだちょっと夢中な方は夢中でも大丈夫ですけども。まあ、こんな技を使ってですね、僕はですね、デザインの仕事をしています。だからプロでも全然使ってる技で、まあ、リデュース・ザ・フード・ロスっていう横浜市さんと、食品ロスをなくすための映像を作ったりとか、あとは、なんか、ベンチャー企業の、ね、説明図みたいなのを作ったりとか、あとコロナウイルスを書いてみたりとかですね。まあ、ウイルスとなんかこう、バイ菌とウイルスの差みたいなのをですね、書いたりとかして、でも、使ってる技は同じです。なので、皆さん今、いきなり、プロのデザイナーの技をゲットしたんですけど、めっちゃ簡単ですよね。めっちゃ簡単なんだけど、描けるようになっちゃう。なので、じゃあ僕、ちょっと絵描けないんで、クリエイティブなタイプじゃないですって皆さん言えなくなったっていう感じで、よろしいですか？ということはですね。はい。あと8分ある。はい。じゃあ、クリエイティブエクササイズナンバー2に行ってみましょうか。はい。タイポグラフィーってね。デザインっていう仕事の中で一番重要なのはどんな文字を使うか、どんな文字を選ぶかっていうことなんですけど、まあそこのよく使ってる技をちょっとご紹介しようかなと思っています。はい。How to choose フォント。フォントの選び方ってやつね。実は社会人の方もいらっしゃるということで、フォントのね、選び方でですね、結構損してる方がいらっしゃったりするので、ちょっとこのコツを覚えていただくといいかなと思っています。
これね、I am 吉田ワークショップっていう、私は吉田ですワークショップっていうのを皆さんのために作ってみたんですけど、はい。これ、私は吉田ですって書いてあります。A1 ゴシックっていうのを使っています。ちょっと、この絵を見たらどんな印象かっていうのをコメントで書いていっていただくと嬉しいかなと思うんですけど、私は吉田です。ね。この絵どんな印象ですか？じゃあ、まあ、次も見るとわかりやすいのかな。ああ、なんか、重なった。私は宇宙人ですって書いてある。まあ、私は吉田ですっていうのが。これはどうですか？これなんか、ちょっとカチッとしてる系の何かですか？うんうん。次ですね。なんか、ちょっと和風な感じですか？どんな印象なんでしょうね。で、まあ、ちょ結構カチッとした。なんか下が変になってるけど、いいよ。で、まあ、こんな吉田さん。これ可愛い系の吉田さんです。で、これなんか、かっこいい系の吉田さんですね。これはまた、古風な吉田さんなんでしょうかね。うんうん、そうそう、そんな感じ。まあ、カチッとした、結構、いい感じの吉田さん。で、ここで問題です。停電、私は吉田です。この吉田さんは男子、女子、どっちでしょう？そうですよね。女性的なイメージするんですよね。みんな女子、女子、女子、女子ってなってますね。面白いですね。なんで女子なんでしょうね、吉田さん。この吉田さんの年齢は？男性って言うかと思う。おー、なるほど。87歳、50代、11歳、小学生。なるほど。15歳ぐらい。あ、じゃああんまり青年って感じはしないってことですよね、この吉田さんはね。なるほど、なるほど。3歳とか出ますね。じゃあこの吉田さんの性格はどんな人でしょう？おぉ。AI それはすごい、しっかり者、真面目系、礼儀正しい、おっとりさん、面白いですね。お茶目さん、真面目さん、はい、そういうことなんですよ。つまり皆さん今まで私は吉田ですっていう言葉しか見てないんですけど、文字が変わっただけで全然違う印象を受けるんですね。つまり、私は柴ですっていうときに、どのフォントにすれば僕がかっこよく見えるのかとか、面白い人に見えるのかみたいなのを文字でコントロールできるってことですね。はい。フォントはですね、声みたいなもんなんですね。僕、これ、どこで聞いたのかな？これは多分自分で見つけたんだと思うんですけど、フォントって声なんだって思った瞬間に、フォントが選べるようになりました。僕はどんな声で喋ろうか。あの人はどんな声で喋るんだろう、あの企業さんはどんな声で喋るんだろうみたいなことを考えながらフォントを選んでいます。ね。デザインはリプレゼントキャラクター。だからデザインっていうのはなんか性格をね、表すんですよね。そのものの。なので、武蔵野大学の場合ですね、僕がですね、フォントを選ばせていただいて、色を決めさせていただいたりしたんですけど、まあ、武蔵野大学さんは、自分を探求し、深掘りし、世界とつながりを理解し、人に優しく開いている人で、探求心により楽しくて、嬉しくて、ポジティブで、そして実はエネルギッシュな人で、圧倒的意識高い系で、意識高いと言われようとも全くひるまない圧倒的な意識の高さを持ってる人らしいんですけど。はい、そんな感じで、フォントをですね、2個選んだんですね。ズームできるのか。まあ、こう、英語系のやつと、あ、ちょっとズームできないからすいません。ちょっとちっちゃいんですけど、あ、できた。できたけど、これ戻せないやつよね。まあ、こんな感じで、A1 明朝っていうのが
A1 ゴシックっていうのが選ばれています。さっきの性格からこれらが導かれました。ちょっと危険な何かを感じます。あ、いけた。わあ、ちっちゃい。ちょっと待ってくださいね。そんなには。で、今のね、武蔵野大学のね、ウェブサイトとか見ていただくと、まあ、こんな感じで声を発しているわけですね。ちょっと意識高さとかポジティブさとかが伝わるといいなと思うんですけど。そんな感じで、フォントを選ぶときに、一回性格を決めてみる。どんな風に受け止めてもらいたいか、私はどんな性格の人ですみたいなことを入れ込んでいくと、うまくフォントが選べます。そして、はい。まあ、自分が表したい性質を表すことができるフォントを選びましょう。ということですね。だこれはどういう、このプレゼンは、この資料はこういう風だから、こういう風にしようみたいなことを決めるって感じです。すいません。今ちょっとだけ紹介しますが、皆さんが今ゲットしたのはですね、クリエイティブコンフィデンスと言われているものです。創造性に対する自信です。皆さん、絵を描けるようになっちゃいましたよね。なんかわかんないけど。で、フォントとか選べるようになっちゃいましたね。そんな感じで、技術ですと、これらは。なので、学ぶことができて、それを習得した先には、このクリエイティブコンフィデンス、創造性に対する自信っていうのがあります。ということで、まあ、質疑かなと思ったんですけど、まあ、これで、基本的には、僕の授業を終わらせていただこうかなと思います。で、こういうですね、クリエイティブコンフィデンスを高めるためのクリエイティブエクササイズ、めちゃめちゃいっぱいあるんですよ。電通さんがやってるやつとか、コピーライトのためのやつとか、写真の撮り方とかですね。こういうのをですね、武蔵野大学では、最初に、なんでしょうね、アイスブレイク的にやらせていただけたかなと思っています。ということで、僕の授業を終わらせていただこうかなと思います。ありがとうございます。ご清聴ありがとうございました。